1周目の馬の背ちょっとワイドに膨らんでしまいました。牧野その後ろから今度は食らいついてくる初陸の馬のベストときました。いやしかしここで河野俊介がセクターベストをセクター2でマークしています。河野のペースが河野さんのいろいろな、まあ、このどこにこの車のポイントいい感じになってるかっていうのを